ございます。手話タイムプラスワンの時間です。この番組は滋賀県政に関するニュースや情報を手話でお届けする番組です。今日は万場由美がお伝えします。今回はトピックスとして5本をお送りします。江戸時代の宿場の一つ、草津宿本陣に宿泊した人の忘れ物が保管されていたことが新たに分かりました。東海道と中山道が交わる宿場町として栄えた草津宿の本陣に、このほどお守りの束や筆や墨の入れ物など宿泊者の忘れ物18点が見つかりました。忘れ物にはそれぞれに和紙の札が付けられていて、いつどこで拾われたものかが記されています。中には幕末に活躍した新選組が忘れたとされるキセル入れも見つかっていて、上座にあたる一番間にあったことから土方歳三や斎藤はじめら幹部のものではないかと推測されています。これらの忘れ物は8月18日まで草津宿街道交流館で展示されています。今年5月、散歩中の園児ら16人が死傷した事故を受け、大津市は散歩中の園児たちの見守りを行うキッズガードの制度をモデル的にスタートさせました。キッズガードとは、散歩などの園外保育中に保育士に加え市から委託された地域住民が付き添って見守り、園児の安全を確保するものです。今年5月、大津市大ヶ谷で散歩中の園児の列に車が突っ込み16人の死傷者を出した事故を受け、国が制度化を進めていますが、大津市がそれに先駆けてスタートさせました。西蘭保育園でキッズガードに登録された田中敦美さんは、子どもが安全に散歩できるよう協力していきたいと話していました。大津市は2つのモデル園での検証を行った後、キッズガードの制度を広げていく方針です。元バレーボールの日本代表で東レアローズに所属した大山加奈さんが滋賀スポーツ大使に就任しました。7月19日に行われた交付式では、三日月知事から大山加奈さんに委嘱状が手渡されました。元日本代表の大山さんは、現役時代は東レアローズで活躍し、引退後の今はスポーツキャスターとして活動しています。滋賀スポーツ大使の就任にあたって大山さんは、今度は滋賀の皆さんを応援して恩返ししたいと意気込みを述べました。滋賀スポーツ大使はこれまでに34組のトップアスリートやスポーツチームが就任していて、大山さんは滋賀のスポーツに関する魅力をさまざまな形で PR したり、スポーツ振興に向けた助言などを行うことになっています。2015年度からすべての展示室の改修を行っている琵琶湖博物館は、このほどリニューアルへ寄付した企業に感謝状を贈呈しました。感謝状が贈られたのは、国与工業滋賀、ビルディングコンサルタントワイズ、ラーゴ、マルホの4社です。草津市にある県立琵琶湖博物館は、2015年度からの5年間で総工費およそ30億円をかけて、すべての展示室がリニューアルされることになっていて、
2016年には水族展示の装いが新たになりました。そして去年は森の生き物や植物などを身近に観察することができる樹冠トレイルが整備されています。さらに秋からは展示室のリニューアルも予定されています。参議院議員通常選挙で初当選を果たした加田由紀子さんに7月24日当選証書が渡されました。今回の参院選滋賀県選挙区では野党統一候補として無所属で出馬した前滋賀県知事の加田由紀子さん69歳が自民党の現職を僅差で破り初当選を果たしました。県庁では初当選を果たした加田さんに県選挙管理委員会の瀬古正委員長から当選証書が付与されました。加田さんは大好きな琵琶湖に毎日会えなくなるのは辛いが選んでいただいた以上東京で頑張りたいと意気込みを話しました。加田さんの任期は7月29日から6年間です。続いて滋賀県立聴覚障害者センターからのお知らせです。今年も手話ふれあいフェスティバルを開催します。毎年いろいろな方の協力により開催してきた手話フェスティバルは今年で21回目を迎えます。聞こえる聞こえないは関係なく手話に関わる方や手話に関心を持っている方など誰でも気軽に参加できます。当日は手話劇や手話コーラスなどのステージ発表、模擬店、フリーマーケット、お茶席など多彩な企画が予定されています。また簡単な手話を学ぶミニ手話教室や盲ろう者教室、難聴者教室など学べる企画もあります。手話や聞こえない人たちの文化、交流活動に興味がある方々の参加をお待ちしています。日時は9月15日日曜日、朝10時から昼3時。会場は野洲市コミュニティセンター北野です。参加費は滋賀県聴覚障害者福祉協会講演会会員等、高校生以下は無料、一般は300円です。お問い合わせはご覧のところまで。いかがでしたでしょうか。それでは次回8月25日日曜日朝8時50分にお会いしましょう。